いいでこれ見て、いいでこれ見て。札幌でのこのレギュラーをね、もう存分に堪能していただけたらなと思っております。では、少ししっとりとした曲を聴いていただくと思います。それでは宮本先生、素敵な導入よろしくお願いします。気持ちを俺がちょっとなんか俺が思った田崎の気持ちな俺が MC してる間にドラム鳴らしやがってみたいな感じで何俺がまだ MC 喋りきってないのにドラム叩き出すねみたいなちょっと思ったちょっと思ったあれ宮本さんのピアノからじゃないのでもなんかそう雰囲気作りよろしくみたいな振りしたから決めてないです別に、ね、俺が何言って振るとかだからいいあの雰囲気づくよろしくお願いしますみたいな感じでポロポロやってシャーってやったからあその雰囲気シャーそうあ雰囲気づくりをみんなでやってるんだって思っててでなんかガン引き出したからあまだ行くんや思ってあもうちょい長なるやつか思ってたらてんてんてんとか言って
ありがとうございます。すいません、なんか本当に、いやもうちょっと誰か進めて俺もちょっとこの喜びに浸ってたい。俺から進めていけるか。いやありがとうございます。本当に田田君が5日23日、ね、そうです、11月23日、実はさくらさんが20日なんです。20日です。すごい近い。そうなんですよ。もう11月で一気にこうレイフラワーの平均年齢が取ったんです。そんな気にして生きてないわ、こっちは。おめでとうさ、はい、おめでとうございます。いやいや、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。じゃあ行くか。うわ、これすげえ。いや、前まではさ、これやる方やったからやる方やったから、じゃあ、ということで引き続きとか言って言えたけど、こういう引き続き、こう誰かちょっと、でしょ、はい、だから俺、あの後裏切り引くのめっちゃ大変やってるね。わかる、わ、すげえ。やられて初めて分かってんな。すげえ。やっぱいろいろ経験値積んだ方がいいですね。思いやりってそういうことだと思う。思いやりって想像力やと思うね、やっぱり。そっか、サプライズされたらこんな気持ちになるのか。クソ、ガンガンぶっ込んでやるぜ。この気持ちをメンバー全員に味わってもらうぜ。ありがとうございます。じゃあ、行きます。はい、行きます。はい、行っていいですか。行っていいですか。じゃあよし、はい、ね、田澤と桜さん11月おめでとうということで、引き続きレイフラのライブ楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。